お知らせいたします。現在、停止の理由を確認しております。少々お確認にお時間をください。原因はまだ分かりません。ただいま架線停電が発生しているため、新幹線停止しております。新幹線に電気が来ていない状況となっております。そのため、空調は動作しておりません。新幹線の車内の温度がこの後上昇することが見込まれますので、大変恐縮ですが、適宜上着などを脱いでいただきますようお願いいたします。タッピ停電から津軽上水駅間で、現在停止しております。架線の電気が停電となったため、現在架線の電気が停電となったため、新幹線が停止いたしまして、その後電源が復旧いたしました。架線の停電によって、ただいま運転再開等の打ち合わせをしている最中でございます。あちらの指示に従ってスムーズに降りていってください。駆けつけていただいて、いかに救援列車を使った避難誘導訓練が、避難誘導が実地の中で、しっかり行えるかどうかということを目的に行わせていただいたものです。大変残念ながら、また申し訳ないことにですね、当社側の救援列車を下り線で向かわせて、また下り線を使って対向させる際の電車に電力を送る手続きが、若干特殊なものが必要になります。これについての手続きが不慣れであったがために、皆様方にも含めまして、ご迷惑をおかけし、またご心配をおかけいたしました。大変申し訳ございませんでした。実地の避難訓練、実施設訓練の中で、また気づかされる事柄等々を積み上げて開業に迎えていく、そういうことに生かしていかなければいけないということを今日も新たに実感した次第です。ぜひ開業に向けてですね、多くのお客様が安心をして、設備はかなりしっかりしたものが出来上がっているというふうに認識をしております。それをしっかり生かしていくための訓練が、さらに大事だなというふうにも思った次第です。安心してご乗車いただけるように、開業を迎えられるように、頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。